いいつもありがとうございますパーソナルブレイクでコチュンさんからご依頼ですはいモザイクのアジアとステータスのアジアねこちら一つ一つうんーまあこっちでいいですよねはいどっちもいいですよね <laughs>、はい、どっちが先かとかねどっちもいいっすよねよいしょはいじゃあねモザイクからまあこっちは色で色っていうかね光りんだけでこっちはね印刷とかあるんでね ハサミであけましょうかであの発送予定お、ね、電話でいただいたあの、ね、内容でスケジュールでよろしくお願いしますし今週はちょっと新作が ね、野球もバスケもちょっといないんですよね。うん、よいはいじゃあモザイク味いきます。ねこの間のあれ何だったんですかねあれこないっすよね。ガソール。 たたまたまこの123のとこにねシルバーの山積んじゃったのかなと思ったらいきなり金だせーのあジョン・ウォールうんまあまあまあうんまあまあまあ、うん、はい頑張ってますねうんはい去年のまあまだウィザーズですもんね去年のカードはねよいしょ とりあえず、金がジョン・ウォール。チェジェイチェイ。僕エリック・ゴードン。あっ。金にレンちゃん来ちゃいました、もはい。せーの。あ、ブセちゃんすごいもう。うん。あれオールスター選出されました、ブセちゃん。ブセちゃん陽気ぞあ、どうだっけすごいいい選手なんですけどね。うん。 ね、ファンを増やそう。<laughs> はいということで、まあ、2人ともオールスター選出レベルなんですけどね。うん、とりあえず金が先に来ちゃいましたし。あとはシルバー、モザシルとか、その辺来ないかな。赤ですね、せーの。スマート、はい。あとはもうだいたいパスカル。赤か。 モザシル、モザ、あ、モザシルかシルバーか。で、えー、たまにサイン、えー。ポイントも出たりしますよね。まあ、赤のザイオンけばいいんですよね。<laughs> はい。せーの。あ、サイブル。はい。サイブル赤来ました。ルキは壁くん。ちょっと切羽詰まり気味な。 ルルーキーのサイブルが来ましたねこれで明るき1枚まあ34回ぐらいはチャンスはあるかなという感じなのでまだまだねあポイントはいポイント結構嬉しいでしょね貯めてちょっといいのに変えれるからで裏見せちゃうと400ポイントだ はい。裏見せちゃうとコード取られちゃうんで。はい、400ポイントです。まあ、サインの代わりなのかどうなのか、ちょっと微妙なとこですけどね。なんかおまけで結構、このモザイクアジアは入ってます。コネドリくクの赤。ヘイズ。400ポイント来ました。まあ、中堅どこ中堅うん、どうだろうな。まあ、サイン1枚ぐらいにはなったりしますね。あシルバーだ。せーの。 プリンス、トーリアンプリンスですね。で、赤が、コンレイ。はい。シルバーと赤。で、ランゴホード。ハイナンバーの赤がまだ1枚。で、ポイント。谷ニグリンクラント。で、せーの。アヘイズ。はい。これで2枚目ですね。ハイナンバーの赤。おひげ。 ヤング。オルドリッチ。で、せーの。ミドルトン。赤ミドルトンですね。それと、プール。ルーキーカードは4枚目。ハイナンバー赤2枚目。金は2枚出てますね。レオナード。で、せーの。ああ、クズマね。今結構上がってきてますね。まあ、 全然できる子でしたからね、もともとね。ちょっと AD 来ちゃってね。比重が AD になっちゃってましたけど。ロス。ルーブレ。ジョーンズ。せーの。ホットポータージュニア。ペペ抜きキカド5枚目。はい。サイモンにゴペール。 トーマス。せーの。ウィルバートン。うん、じゃあ最後かな。どうだろう。で、デビューのカルバー。ここが赤のハイナンバーの可能性は高い。けど、どうでしょう。ね、ランダムスカンね。シャイ君。で、せーの。あストックトンだ。<laughs> 赤がストックトンでした。 それとタッカーですね。はい。ということで、まあ、うん、サイブルとヘイズだけでしたね。ルーキーのパラレル。で、ベテランの金は、えー、ジョン・ウォールとブセちゃん。まあ、オールスタークラスなんですけどね。うん。というとこ。あとは400ポイント。こちらが出ました。まあ、サインの代わりなのかどうなのかがちょっと微妙なところなブランドですけど。 前、他のお客様、これ、ね、何箱か p b したときに、ポイント出てサインも出たりとかしてたので、まあ、どうなんだろうなというとこですね。はい、じゃあ、ステータスですね。いや、ファイヤーワーク狙いですよね、コチュンさんはね。もう、サインはね、2枚、確か当ててますもんね。 予報ワンワンだったっけファイルワークだけちょっとねあれだったんですけどそろそろ当てたいっすねよいしょはいじゃあ行きまーすおケルトンはいでジェジェパウエル ポーティスで、パラレルは青のビギニングだ。せーのあ。ベイズリーの青ですね。はい。で、この下インサート。あアッパー後ろの来てる。アンパック目。はい。え、ドンチは多分9枚目ぐらいになると思いますね。これ来たらね。どうでしょうせーの。レブロンありです。<laughs> レブロン、ドンチはもう何もあってもいいでしょ。ね。 うんレイカーズの23。ね。うん。レブロンちゃうか <laughs> っていう <laughs>。はい。よかった。よいしょ。とりあえずこれ入れはい。あっぱい後ろ、レブロン来ました。ワンパック目から来ちゃいました。じゃあ、あとはもうパラレルのアね。あっぱいロろ狙い。あと、 9パックありますからね。ニッコロさん。ニリキナさん。赤。トバイアス。インサート。レブロン。1ンパック1レブロン。<laughs> あったらいいっすね。あ、レブロン。<laughs> すごいね。この確率もすごいっすよね。レブロン来て、またレブロン。ルビオ。 ミドルトンボヤン赤ロニオーカエンビードでカリーですねバンプリードジョンウォールセスカリーパラレルこねえかな赤 マッカランベイズーいやーやっぱパラレルのアッパイシロンくるとテンション上がりますよねあれはねはいフルーツタッコさんテイタンアイザックブルーだあベテランだティーグジョン・ウォール ジョン・ウォールもいいんですけどね。なんで出たかったんだろうっていう。ね。せっかく系が直ったのにね。ローリー。奥さん。サマリッチ。奥さんとサマリッチ。あシンボルだ。赤。ハ <laughs> ディ・ミルスやっぱこの辺がね。 赤い赤いチラッと赤い <laughs> 途中であ途切れてるわみたいなはいマンクマンクとランクもなんか一緒に出ますねこれねエンビードブーカーシーマアオノドレモンドグリパスカル シリアルがまだっすね。シリアルでいい。お、PJ 出ました。ティム・ジュニア。ラッセル。あっあっひっくり返ってるサインだよね。過去2回サインだよね。なんでサイン引いちゃう <laughs> ファイアーワークの方だよね。はぁ、あ。もう。 はい、あ、ね申し訳ないですはいじゃあきまーす裏ですけどこのまま見ますせーのあギャフォードさあこれで波打ってるギラギラ来たらまたワンオフワンです <laughs> でも多分25以下だよね多分ね25パラレルどうなってんだろう25と1しかないのかな15と1とか。 い,あのいいセンターになるかもしれないですよ。フォワードか。うん。まだ、ね。体整えてるような感じですから。ね。さあ、どうでしょうか。波打っててワンワンかな。あ、十シリあ、ファイアワーク <laughs> ノートおーよかった。だから、25と10と 1? かな。 と思いますはい1の10ですいい選手になるかもしれない、うん、今センターフォワードのねちょっとパワー系のとこついてますからうんちょっとラビーンとかね安心して攻められるのも彼のおかげかなっていうとこもありますけどそうなるとあのアダムスっぽくなっちゃうかもしれない <laughs> おおサイン引きましたはい いやーコチュうさんはサインに縁があるんですかねステータス。でも、ファイアーワークのサインですから。うん。おーレブロンと、ね、サイン来ましたよ。いいっすね。アリです。オラディポ。タウンズ。石膏。ほうほう で、シリアルですね。うん。サインは関係ないんですからね。シリアルで、せーの。カエルロ,ローリー。うん。<laughs> はい。カエルロ,ローリー、ラプターズ、トロントね。あの、トヨさんって方、あのトロント球団、ね。ブルージェイズとラプターズ、集めようかなっていう感じらしいです。ね。ちなみに、あの、この動画、トヨさん、 ご確認になるかはちょっと分かりませんが、コチュウさんはね、ドンチラブです。<laughs> ドンチラブ。たまにお客さん同士で、あの、PB のお客さん同士でトレード、コチュウさんは全然、あの、OK していただける方なので、サイブル。赤。お、赤ヒーロー。あ、もらんと。<laughs> はい。 とということで、まあ、モザイクの方はね、ちょっと金が、まあ、オールスター選手だからあれなんですけどカード的にはっていうだけでね人間はわがままです、ねしょ。すごいいい選手なんですけどねジョン・ウォール、ブセちゃん、ね、みんな分かってるんですよいい選手ですって。 い,やいい選手だね。ねはい、<laughs> TO2 人。と、えーはい、ステータスは3位。ね、ルッキーのギャホードのファイアワーク。いいですね。それとレブロンのアップアイションとなりました。はい、じゃあ、えー、またぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。